おはようございます。3月20日土曜日、今日は祝日です。春分の日です。今日の三経名の表題は次のように決めてみました。家麻雀基礎に値するのか、黒川博夢元検事長の件です。書籍のジャンルに人生で大切なことはみんな〇〇から学んだというのがある。〇〇の中身は砂場でも、映画でも、ハンバーガー店でも登山でもいい。それぞれ夢中になった何かや身近な存在、実体験から生きる知恵を教わり、血肉としたことが綴られている。名士の場合、さしずめ麻雀となろうか。学生時代にはまり、いろいろなことを考えさせられた。偶然や月とは一体何なのかという疑問から、不調、不具時のしのぎ方、反転攻勢のタイミングと姿勢など、当時身についた考えは今も変わらない。麻雀は運のやり取りなのだ。焼け跡文学の傑作である麻雀放浪記の著者浅田哲也はこんな言葉を残している。日本の存亡がかかった日露戦争時の連合艦隊司令長官東郷平八郎の抜擢理由が、運がいい男だからだというエピソードはストに有名である。去年の緊急事態宣言中、賭け麻雀をしていた東京高検の黒川博夢元検事長が賭博罪で略式起訴された。少子も記者倫理を踏まえ反省し、改めてお詫びしたい。ただ東京地検は一旦不起訴処分としており、今回の略式起訴は厳しい世論への融合の匂いがする。天品1000点100円のレートでの家麻雀が基礎に値するのであれば、名士も含め過去に思い当たるのが、運よく攻めを免れている人は日本中にあふれるのではないか。公営ギャンブルや中毒性の高いパチンコに高額を投じることは、黙認されていることも、整合性は取れない。
一面的正義や建前が闊歩することで麻雀文化に廃れてほしくない。何より日本を他者を罰することがゲーム代わりの娯楽となるような国にはしたくない。令和3年3月20日土曜日、三経名の音読を終わります。ここで少し浅田さんのことを調べてみました。浅田哲也さん、1929年生まれ、1989年没、60歳です。ペンネ浅田さんは本名色川武弘さん、浅田哲也とか井上島尾とかジャンフーシですかね、というペンネームので小説を書いておりました。麻雀の火付け役だと言われております。以上です。世界のコロナウイルス感染者が多い国、アメリカ、ブラジル、インド、ロシア、英国、フランス、イタリア、スペイン、トルコ、ドイツ。19日現在、アメリカ、ジョーンズ・ポプキンズ大学の集計によると、世界で患者数は1億2184万5600飛んで1人、死亡者数269万2244人になっております。国内の新型コロナウイルス感染者数、昨日より1464名増えております。首都圏では埼玉が昨日より135名、千葉は129名、東京都は303名、神奈川県は111名、関西圏は大阪が昨日より158名、兵庫、京都、奈良はそんなに増えておりません。九州で多い福岡は50名以下です。尖閣の情勢です。尖閣周辺に中国公船35日連続、領海外外側にある接続水域で19日中国海警局の船4艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは35日連続。1艘は機関砲のようなものを搭載、第11管区海上保安本部はの巡視船は領海に近づかないように警告しております。今日は秋分、春分の日、3月20日から4月3日、昼夜の長さはほぼ同じになる。この日に前後の3日を合わせた7日間が春の彼岸です。72個、3月20日から24日、スズメ初めて巣食う。春の空の下、スズメが巣を作り始めるということらしいです。
鈴芽初めて救う春分の日で祝日です。新聞米中香港外交トップ初の会談、香港台湾で応酬。どこでしてんのこれ。アラスカ州アンカレッジで中国の外交担当トップの方と会談しています。冒頭から大荒れ1時間。昨日ありました LINE のこと、 LINE に報告要求をしています。情報回覧問題、罰則も政府。春の休園、選抜高校野球が始まっております。日銀決定会合、金利上昇を容認、 ETF 購入目安、購入目安撤廃しております。女学生の思いやりというエッセイですね。はい、以上で三経妙の音読をと、あともろもろ終わります。ありがとうございました。またねー。